これ、何かに似てるな。こいつだー！ゴーストバスターズ！皆さんこんにちは。ジェイズホビーベースへようこそ。今回は先日家に届きましたこちら、スターウォーズ初の実写ドラママンダロリアンより、マンダロリアンベスターアーマー。もう一つはこちら、同じくマンダロリアンよりザ・チャイルド、こちらの2点が届きましたので、今回次回と2回にわたってこちらをご紹介していきたいと思います。 SH フィギュアーツ、スターウォーズマンダロリアン、マンダロリアンベスカーアーマーです。イエーイ。こちらは9月26日に一般発売されました、スターウォーズ初の実写ドラママンダロリアンの主人公、通称マンドーが中盤以降に着ていたベスカーアーマーを装着した姿を立体化したフィギュアです。このマンダロリアン、賞金稼ぎのガンマンマンドーが賞金首であったチャイルドと出会い、助け追われる身になって2人で旅をするって感じの話なんですが、ジョージ・ルーカスが手掛けたスター・ウォーズの世界を実によく表現しているとファンの間から大評判なんですね。シーズン終盤には装備も増え、付属品がこんなに揃って入っているこの商品、めちゃくちゃ楽しみです。ちなみに僕は以前に発売されていたノーマル版を持っていないので、フィギュアーツマンダロリアンは初見になります。ご了承ください。それではパッケージから見ていきましょう。箱は大きめ、いつものスターウォーズのデザインです。窓にはスターウォーズザ・マンダロリアンとゴールドでロゴが入っています。窓枠のデザインもいつものスターウォーズのシルバーではなくゴールドですね。横はリディシーマンド、後ろ、今回はこのナイフやミサイル、ライフル、エフェクトと付属品がてんこ盛りなんですね。横はこう、下、上。では開けてみましょう。マンダロリアン、カモン。こいつはやばいぐらい入ってる。まず本体、このベスカーアーマーのシルバーが目を引きます。本当にかっこいい。大型のライフルにミサイル発射エフェクト、バックパックからのエフェクトだったり、そのバックパック、メインのブラスターやナイフ、手からの火炎放射、交換用のハンドパーツも5種類全部で10個、マッドホーンのシンボルが入った肩アーマー、なんだかよくわからないものと取扱い説明書。今回は背景紙も凝ってますね。荒野をイメージしたデザイン、かっこいい。いやめちゃくちゃ付属品入ってて嬉しいけど大変そう。それではブリスターから取り出してじっくり見ていきましょう。まずは造形を見ていきましょう。全体はこんな感じですね。お顔はどうでしょうか。マンダロリアンであります、通称マンドーことディン・ジャリン。彼は掟に従って常にヘルメットをかぶったまま生活しています。他の生物に素顔を見せることはないと本人が言っていたように、劇中で素顔を見せたのは一瞬だけでした。後頭部の造形も忠実です。何よりこの光沢のあるシルバーが素晴らしいですね。目元のブラックは塗装です。体はどうでしょうか。ベスカーのプレート、こちらも光沢感があっていいですね。中央のこの造形も忠実です。肩にかかっているこちら弾薬など、細かく塗装造形が入っています。こちらライフルを止めるためのベルトのパーツ、これは取り外し可能です。初期の状態ではこのようになっていましたが、付属品を入れ替えることで穴埋めが可能になっています。肩のプレート、こちらもシルバーの塗装でピカピカです。プレートの下に見えるシャツの造形なども抜かりはありません。また前腕のアーマーの造形も細かいですね。拳はブラックとブラウン、手の甲の造形塗装も劇中通り。
右腕前腕の造形もこちら別になってますね。細かい。後ろ向きマントはこのようになっています。針金は入っていません。裾の部分だったりがこのように綺麗にまとまってないところが荒野をさまよう感じがしていいですよね。中央にはライフルを刺すために邪魔にならないように穴が開いています。最初びっくりした、おい穴開いてるぞってね。マントはこの首元の入れ込み方が劇中そっくりでいいなぁと思いました。ただし説明書にもあるようにマントの縦のほつれには気をつけましょう。マントをどかすと背中はこう。バックルの造形ちゃんと作られてますね。プレートの縦のラインだったりベルトの後ろ側のプレートだったり、お尻のアーマーはこのように戦いで削れている造形があります。腰回り、ベルトのバックル、そしてポーチなど細かいですね。弾薬もついています。腰の左側には小型の爆弾の造形塗装があります。右側にはブラスターが収納されているホルスターのパーツがついています。ここは取り外し可能です。腰のサイドにはこのようにプレートがついていて二重ヒンジで稼働するようになっています。下半身、もものプレートの造形、そして塗装も細かくて素晴らしいですね。特に左側のもものプレートなんてこれ細かい作業してますよね。傷の具合だったり影の部分の塗装の違いだったり最高です。膝から足首にかけての造形も劇中通り変えていますね。足の裏もしっかり作られています。情報量がとても多いキャラクターだけにここまでしっかり作ってもらえると本当に嬉しくなっちゃう。次に可動を見ていきましょう。頭部は左右によく回ります。前後は前後ろ、うん、それなりに。お腹の上部と腰の部分で可動があります。前はここまで、後ろ結構いきます。肩は上下に引き出しがあって前後もあります。肩のアーマーはヒンジとボールジョイントでつながっていますので左右にも動きますし、真横に上げた時はここまで逃げてくれます。上腕にロールがあります。肘は二重関節でここまでかな。手首の可動域も良好です。足回り、太ももの上で上下の引き出しがあって、さらにそのまま太ももで左右のロールがあります。真横に上げるとここまで。前は若干苦手かな、ここまでですね。後ろ、膝は二重関節でここまで。足首、上下、つま先はここまで曲がります。ズボンの裾でロールがあって、靴の部分で斜めに可動があります。造形と可動はこんな感じ。今度は今日はいっぱいあります付属品を見ていきましょう。まずはブラスター。マンドーがメインの武器として使用していたのがこのブラスターでしたね。右と左で造形が全然違うんですね。グリップの部分の色分けも塗装でしっかりされています。銃を持つ用のハンドパーツに変えて持たせるとこんな感じ。決まってますね。この時にホルスターに銃が入っているとおかしいので、ここの接続部分で外して、この空になっているホルスターに取り替えましょう。これで違和感がなくなりましたね。ちなみにここにブラスターをしまうことはできません。このホルスターのバンドも取り外しが可能なので、ここに取り付ければ完璧です。お次はナイフ。ブーツに仕込んであって近距離戦になった場合にはよく使用していましたね。グリップの部分と刀身で色分けがされています。さらに上の部分一部黒で塗られていますね。
驚きなのが刀身の中にこちら空洞が2箇所空いているんですね。これはすごい。ナイフを持たせる用の手に変えるとこんな感じです。振ったり突いたりする他によく劇中では投げて使用していましたね。続いては右腕に仕込まれた火炎放射エフェクト。近距離戦の隠し武器として相手をひるませたりそのまま焼いてしまったりと大活躍していました。炎の部分はクリアパーツでオレンジ色の塗装が入っています。取り付ける際はこちらの2つのピンを右腕のこのパーツを外したここに取り付けて発射します。いいですね。今度はミクロミサイルエフェクト。ホイッスリングバードという名前で左腕のアーマーに仕込まれていました。複数の敵に囲まれた際の奥の手として使用していました。クリアパーツでできていて先端の部分は小型のミサイルの造形塗装があります。取り付ける際はこちらの2つのピンを左腕のこちらのパーツを外して取り付ければ完成です。いいですね。周りにトルーパーを複数置きたいですね。これで一網打尽にできるってわけです。今度は強力なライフルですね。普段は背中に背負っていますがこのライフルの一撃で相手を消し去ることができます。いやーこれはすごい細かいですよ。造形も塗装もすごいですね。上から見るとこんな感じ。右手をライフルを持つ用のハンドパーツに変えてみました。本当に大きくてかっこいいですね。このライフルには発射時のエフェクトパーツがついていてクリアパーツでできています。色は淡いブルーっていう感じですかね。付け替える際はここで分割して取り付けます。どうでしょうか。いやーこれかっこいいですよね。激しい戦闘シーンがバッチリ再現できます。これ何かに似てるな。こいつだー、ゴーストバスターズ。このライフルは普段背中に背負って持ち歩いているのでその姿を再現できるパーツがこちらです。先ほどと同じようにここと今度はここを外してこのパーツを入れ替えます。説明書ではここのパーツも外してって書いてあります。これ何なんでしょうか。めっちゃくちゃちっちゃいから紛失注意です。そしてここのピンをマントの穴から通してここにつけます。でここのさっき取り外した穴に肩から伸びているバンドのこのピンを取り付けるんですね。できました。いやこれほんとかっこいいな。細かいとこまでこうやって変えられるように作られてるんですね。これは嬉しい。今度はこちらクラン・オブ・ツーのエンブレムが入ったベスカーの肩アーマー。マッドホーンのシンボルが入っていて鍛冶職人のアーマラーに一度勧められましたがその勝利はチャイルドの手助けによるものだったため断っていました。シーズン最後にはチャイルドとの絆の証として入れることになりました。取り付ける際は右肩のアーマーパーツを一度外します。上のボールジョイントでこちらを外して今度はこちらをはめ込みます。できました。作品の中でも重要なキーアイテムでしたのでこれは嬉しいですね。ついに出ましたジェットパック。このジェットパックは訓練を受けたマンダロリアンでないと使いこなせないということで最後にアーマラーから受け取りました。塗装はベスカーアーマーと同じ光沢感のあるシルバーです。造形細かいですね。こちらの突起の部分も左右作りが違っています。上から見るとこんな感じ。
下はこう。つける際はこちらのピンを背中の受けに差し込みます。ジェットパックを装備する場合はこちらライフルの肩バンドを取り外します。そして付属品のこの穴埋めパーツをつけます。本当に小さいので紛失注意です。でもこういう細かい配慮は嬉しいです。本体の準備ができたらこのまま差し込みましょう。マントは横に逃がしておくといいですね。できました。かっこいい。やっぱりこのヘルメットにはジェットパックが似合いますよね。そしてジェットパック用の噴射エフェクト、クリアパーツにイエローの塗装が入っています。こちら2本入っていて、ピンの形が左右大きさが違います。噴射口の部分を引っ張って外すと大きさの違う穴が開きますので、それぞれの大きさに合ったエフェクトを差し込みます。スタンドを使えば飛行状態を再現することもできます。最後はトラッキングフォブがついたハンドパーツ、賞金稼ぎギルドから借りて賞金首を追うために使うデバイスですね。左手にそのままついている形で作られているので、フォブだけ取り外すことはできません。賞金首を追う場合や逆に賞金稼ぎに追われる際にはよく登場していましたが、今後どうなるんでしょうね。付属品はこんな感じ。というわけでいかがでしたでしょうか。今回ご紹介しましたこちら、 SH フィギュアーツドラママンダロリアンよりザ・マンダロリアンベスカーアーマー、この一体でベスカーを入手後のほとんどのシーンを再現できるぐらい付属品が多くてとても良かったです。また本体も含め各パーツの作りも良好で、さすがはフィギュアーツといったところでした。価格も含め本当に素晴らしいフィギュアだと僕は思います。マンダロリアンのドラマ自体も10月にディズニープラスより第2シーズンが始まりますし、今後のフィギュアーツのこのシリーズも本当に楽しみです。次回はこのチャイルドと絡めて遊んでみたいと思います。今回も大満足でした。いつも動画を見てくれてありがとうございます。この動画が楽しかった、面白かったと思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それからコメント、励みになります。何でもいいのでお待ちしております。ジェイズホビーベースの公式ツイッターもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。